皆さんこんにちは、ワンダリグルピジです。今回はアーツオブアイアンを現代モッド、ロシアプーチン編、続きをプレイしていきたいと思います。ウクライナに挑発に挑発を重ねて開戦をして、その全土を併合するというところまで前回進めました。首都キエフはもちろん、占領下に置いてますし、ハリコフですね、ここも激戦の今現実世界で行われているそうですが、このハリコフももちろんロシアが併合しています。まあ情勢が情勢なだけにね、けしからんとお叱りもあるかと思うんですが、まああくまでもゲーム上の話ということでご理解いただければと思います。そのウクライナを完全に併合したことによってイギリス、ドイツが猛反発、これと戦争状態に入っています。さらにフィンランドですね、ここに対して宣戦布告したときに、なんと我が日本がこれを安全保障として確約していたため、日本とも戦争状態に入りました。まあ、幸いまだアメリカなんかは、介入をしてきていません。この戦争状態すごくマイナス面が多くてですね、まず資源の輸入が中国以外からできなくなってしまって、中国からだけの供給では十分ではなくなってしまいました。なので中国を絶対に手放さない、引き続き支援をしてもらう、これは絶対条件なんですけども、まずはフィンランドですね、ここを制圧して貴重なレアメタルと鉄、これを回収したいと思います。一方日本の方なんですが、日本を侮ってました。まず北方領土ですね、これ強襲されて奪還されています。ただご覧の通りですね、日本の特に鉄の資源、これめちゃくちゃ美味しいので、何としても日本を屈服させたいというふうに思っています。まあ、ただ海軍の主力艦隊はですね、フィンランドの沖で作戦行動中のため、この極東アジア日本海で展開できる艦隊戦力ほとんどないので、一旦は航空機をウラジオストク近辺に配置して、まずは制空権を取ってですね、海上自衛隊を撃破していきたいというふうに思っています。ではゆっくり時間を進めていきましょう。日本とはね、しばらく膠着状態、睨み合いの状態を継続させて、その間にフィンランドを、ね、制圧してしまいたいという狙いです。フィンランドの制圧に関しては精鋭中の精鋭スペツナズ、これを投入して一気にヘルシンキを奇襲制圧する、まあ、この作戦をね今立案中です。しっかりこれ実現していきましょう。ではスペツナズをヘルシンキに奇襲強襲上陸仕掛けていきます。これうまくはまればですね、フィンランドで激戦中のこの戦況を一変させることができると思うので、まず成功するかどうか注目したいと思います。成功しましたね。ヘルシンキにスペツナズが上陸しました。ではこのスペツナズを使ってまずは周辺の核を行います。大きいですよね、これは本当に大きい。そしたらこのヘルシンキを使ってさらに部隊を増強します。これでフィンランドを屈服させることができれば、陸海空この主戦力を対日本戦へと回せるので、まずはここしっかりね、役割を果たしてもらいたいと思います。スペツナズ早いですね、展開が早い。ある程度このフィンランドの戦いで戦況が確定したら、スペツナズは日本戦へ投入しましょう。フィンランドでスペツナズが活躍している、まあ、その最中ですね、日本がなんと強襲上陸を仕掛けてきました。まあ、これこんなことされてたらいつまで経っても、戦況が有利にならないので、なんとしても中国の参戦を促したいですよね。日本軍の強襲上陸、これはまず退けました。
まあ、ただ油断ならないので極東アジア、ここにはね部隊増強していきたいと思います。まあ、そのためにもこのフィンランド戦ですね、これ手っ取り早く片付けましょう。ではフィンランドの方からは特殊部隊スペツナズ、これは撤収させます。ウラジオストク方面へと移動させます。というのもですね、日本軍の攻撃が激しくなってきていて、カラフトやウラジオストクにたびたび上陸を試みる動きが見えてます。なのでこれをね阻止するため、そして逆襲の一撃を加えるためにスペツナツをウラジオストクへ今移動中です。フィンランドの戦線はねご覧のように順調に進んでます。まあ、このまま力で押し切れる、まあ、そういう情勢がほぼ確実になってきました。はい、フィンランド降伏させています。まあこのフィンランドと戦いが終わったので、この後はね予定通り、日本戦へと注力していきたいと思います。まあ、残っているね、イギリス軍、ドイツ軍の残存部隊、もちろんブラジルも含めて殲滅はしておきましょう。でしばらくこのフィンランドには部隊を駐留させます。では日本の方へと目を移しましょう。日本の方はですね、カラフトに強襲上陸を仕掛けてきました。これ成功されてしまったんですが、まあ、ただですね、ここは補給が全くない地点なので、まあ、自滅してくれると思いますので、この自滅待ちをします。まあ、何よりもね、フィンランドが取れた。この事実の方が大きいですからね。では、次の標的として、この日本。これをね、やっぱり、しっかりと、倒していく、まあ、そういう戦いをね、準備していきたいと思います。いや日本軍ね結構強いんですよね。こうやって見ると日本軍の、まあその武装というのがねしっかりしているっていうのがよくわかります。であとはこの後はいよいよ艦隊も動かしていきたい。で逆にね北海道に上陸戦を仕掛けていきたい、まあ、そういうふうに思ってますので、その作戦も始めていきたいと思います。まあ、まずは、カラフトにね上陸してきた、自衛隊を撃破しました。そしたらこの後ウラジオストクに留め置いた艦隊をですね日本海に展開して北海道から、日本本土の日本海側一帯に一挙に部隊を上陸させていきたいと思います。ではその様子は、次回お届けしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。